皆さんおはようございます。おはようございます。記事を申し上げます。市道第1867号線井頭西号線第1期工区の開通式にあたりご挨拶を申し上げます。本日は講師ともご多忙のところご来賓の皆様方にはご臨席を賜り厚くお礼を申し上げます。市道第新1867号線につきましては主要地方道宇都宮真岡線西号地内を起点とし国道121号を終点とする延長が約 3.4km の幹線市道であります。本路線の終点である本市の北西部には県民や市民の憩いの場である県立井頭公園、真岡市健康増進施設真岡井頭温泉、勤労者研修交流施設チャットパレス、農産物販売交流施設アグリッコなど高い集客力を誇る施設が集中しており、休日などには県内外から多くの観光客が訪れる地域でもあります。しかしながら市の中心部からこれらの施設へ直接通じる道路は川崎街道として知られている市道第新90号線だけでありましたが、境界で すれ違うこともままならないことから休日などには周辺道路が混雑するという状況が続いておりました。このようなことから特に沿線の西郷、下大沢、堀内、上大沢地区の皆様から悪雪道路の整備について強く要望のあったところであります。このような状況を踏まえ市の中心部から北西部に直接通じる道路としてこの市道第新1867号線の道路新設を計画し、平成11年度から事業に着手し整備を進めてまいりました。平成21年4月に本路線の起点からいわゆる六地蔵までの約 1.1km の区間がすでに供用開始されておりましたが、この度加賀広域農道までの約 1.9km の大規模区について整備が完了し供用を開始する運びとなりました。本道路の築造にご尽力をいただきました関係各位に対して心より感謝を申し上げます。本区間が開通することにより市北西部から中心部へのアクセスが容易になり、沿線の皆様の利便性が高まるものと大きな期待をしているところであります。今後は引き続き残りの第二期工区加賀広域農道から国道121号までの区間約 1.5km について平成25年度には全線開通となるよう積極的に整備してまいりたいと考えておりますので、引き続き皆様のご支援とご協力をお願い申し上げます。本市を取り巻く道路環境は地域高規格道路上層宇都宮東部連絡道路総延長約 100km の一部を担う絹テクノ通りにつきまして、真岡バイパス 2.1km および真岡北バイパス 3.7km 区間が供用されるとともに、他の区間についても整備が進められております。さらに平成23年3月19日には皆様待望の北関東自動車道も全線開通するとのことであり、広域的な交流連携がますます進展するものと大きな期待を寄せております。本路線はこのような幹線道路網を補完するとともに、本市道路ネットワークの一翼を担う道路としてもその役割は重要であると考えております。今後とも着実に整備されていく道路もしっかりと街づくりに生かし、住んでよかったと思える街、安全と安心の誰もがほっとできる街真岡の実現に向けて全力で取り組んでまいりますので、皆様のさらなるご支援とご協力をお願いを申し上げまして式辞といたします。本日は誠にありがとうございました。